やっぱ無理はっきり言っちゃダメなの、お客さんの前でそうやって。分かった？せっかくお客さんね、これだけ集まってもらってるから頑張って。分かったね。はい、じゃあしっかり助走取るよちょっと待って、ちょっとやる気あんでしょ。だよね分かった、分かった。言いたいことがあんだったら言ってね。じゃあお客さんに言いづらいだろうから私に言えばいいじゃない。どうしたの。うん、あ、なるほど。ということはこういうことでしょ。ちょっといや、それ聞いてんじゃねえかいらないことしないの。あとそれでさっきから偉そうにしてるけど実は自信ないんでしょ。あ、図星なんだやっぱりね、さすがのリックもこの距離にビビってます。ただね、やる気はあるんだよね。そうだね。ただ勇気がちょっと足りません。ただね、もう本当に皆さんのね、勇気をいただければきっと頑張ってくれると思うので、ここは一つ皆さんのお力で勇気をください。お気持ちがリックに届きました。